には負けない、日本人には負けない。なぜなら私は強い。大韓民国が誇る日本人キラー、ユン・ドンチ。コバ선수하고는95년도독일오픈결승에서해가지고내가이겼고그리고다키모토선수하고했을때는정확하게몇년인지모르겠지만두번싸워서두번다이겼고요시다선수나뭐다키모토선수오가와선수들은내화자가그렇게강한선수가아니다그럼에도불구하고각도기세계선수권프라이드그랑프리한국인민의大いなる期待を受け出陣する柔道家。国際大会47連勝という金字塔、さらに日本人相手に圧倒的な戦績を誇る。滝本昨日話したら多分落とされたって言ってたんで試合で多分落とされてるんじゃないですかね。しかし韓国では実力より学抜が優先される上、オリンピックからは遠ざけられていた。相手を締め落とす腕を折るといった技を得意とする固め技の帝王として有名。見たこともない関節技、さらに柔道着を使った裏技を駆使し日本人柔道家を次々と沈めてきた。あらゆるスポーツで火花を散らす日韓両国、果たして格闘技のリングでは日本選手한테뭐지거나뭐일본선수를꼭이겨야되거나뭐이런걸되게내자신은그렇게뭐그런생각을하고있지는않은데日本人キラープライドグランプリ初戦でお望み通りの日韓戦、しかも相手は願ってもないあの男。彼は僕が日本人だって確認はしてないので、僕は日本人かどうか分かんないですよ。僕ですか、宇宙人今回はそんな日韓戦争とかじゃないです、宇宙戦争ですよ日本が誇る IQ レスラー桜庭和志。プライド日本のエースが10ヶ月ぶりに完全復活。ミスター総合格闘技は現在絶好調。固め技には固め技、このリングが誇る関節技のファンタジスタが日本人キラーをひらりとかわす。桜庭はかつて道義を身につけた強豪ボイス・グレイシーと90分にわたる死闘を繰り広げている。そこでまさか桜庭ワールド全開、終始ボイスを引っ張り回し最後はタオルを投げさせた。今回ユンとの対戦でもこのボイス戦の再現を狙う。우선그라운드에서사쿠라바선수는나를절대이길수없을것이다。나는그라운드를아주자신있고그리고내가그것을듣기로하기때문에自信持つっていうことはいいことだと思いますけど。무조건자신있다사쿠라바선수는。コネクル回します。대한민국사람들이정말강하다는것을내가이번시합을잘해가지고그런것을보여주고싶다。次の4月は僕の小学校の入学式と一緒で、新しい友達とかあと勉強するぞっていう気持ちを新たにいければいいかなと思いますけど。赤き赤、来たりて燃えうる日韓戦。桜庭危うし究極の日本人キラー、赤く染まる入学式。プライドグランプリ1回戦、桜庭和志 VS ユン・ドンシク。ただいまより本日の第6試合を行います。 And now for the 6th match、 大コーナーよりユン・ドンシク選手入場です。格闘界にも韓流の波、韓国大物アスリートがついにプライドに初参戦。いきなりミドル級トーナメントの大舞台に登場です。柔道国際大会47連勝の記録を打ち立てユン・ドンシクが柔道家の誇りを胸に花道を踏みます。男に生まれたからには世界一の舞台で自分の力を試したい。韓国柔道界を離れプライドを選んだユン・ドンシクはそう語りました。これが男の進む道、新たな舞台で世界の頂点を狙います。
韓国柔道界最高峰の力を持つユン・ドンスクはこれまで多くの日本人を青畳に沈めてきました。その中にはなんと柔道オリンピック金メダリスト滝本誠、古賀稔彦といったそうそうたる名前が並びます。日本人には日本だけには負けたくない、柔道日本の脅威と恐れられた日本人キラーが今度はこのプライドで新たな獲物を狙います。日本で最もおいしい相手桜庭和志を食い尽くし華々しいデビューを飾るのか、ユン・ドンスクプライド初のリングインです。ではなく大阪ドームに鳴り響く意表をついたこの曲は何だ。また桜庭が何かをやろうとしています。1年梅組桜庭和志、2005年はプライドグランプリで優勝したいです。なんとこんな形で宣言、プライド日本人エースとして常に背負い石は重く重くのしかかる責任感。さあどんないでたちなんだ。インザレトナフロムジャパン、ここ数年では最も状態がいいと聞いています桜庭和志。相手は柔道界で日本人キラーと呼ばれた韓国が誇るユン・ドンシク。果たしてこのミドル級グランプリセカンドラウンドに進むのは桜庭か、それとも日本人キラーか。格闘桜が大阪ドームで花開く桜庭和志。さあミドル級トーナメントが始まりました。右のストレート、ユン・ドンシク、まずは打撃です。高田さん、意外だったね。道着を着てきたこのユン・ドンシク、柔道技にこだわるのかと思いきや、いきなりパンチ、先に打ってきましたね。先に仕掛けたユン・ドンシクです。ここまで日本人と15戦戦って14勝、柔道界では日本人キラー。右のストレートまた入った、パンチを返していきます桜庭。ちょっと意外な展開ではないですかこれ。よし、いった。
いやもうただただホッとしました。そんな気持ちですかやっぱり、はい、本当に去年は苦しみました、はい、そこから這い上がってきました、ね、思わずガッツポーズしましたね。それはね、それだけ調子の良さもありました。見事なノックアウト勝利。小池栄子さん、はい、試合直前に道場まで行ってね、はい、いろんな取材をされたと思いますけれども、今回は、ね、勝ってよかったね。調子がいいって言ってましたし、涙出てきそうですね。観客素晴らしいですよ。思わず目が潤みそうな、そんな勝利。さあ、桜庭和志が2005年最初のマイクパフォーマンスです。すいません、僕今度はあまり秒殺はあまり好きじゃないんですけれども、秒殺も気持ちいいかもしれないです。次の2回戦またいい試合ができるよう頑張りますので、よろしくお願いします。絶好調の桜庭和志、2005年は始まったばかり。この後6月そして8月と舞台は待っています。さあ、そのノックアウトシーン改めて振り返りましょう。これ最初に高田さん仕掛けてきたのは、はい、ユン・ドンスケの方でしたね。案外ね、シャープなパンチ打ってきたんでびっくりしましたね、はい、あのフックで一発決まってガクッときましたね。はい、そうですね。でこの後これですね。これです。右のね、はい、その後はもうなしでなし。レフリーがストップをかけました。桜庭和志ミドル級グランプリ1回戦突破。最高の形でバトンを渡そうとしています。この左のフックから右のアッパー、そして右のフックが効きました。凄みのまま過ごした冷たい冬、そしてじっと我慢した、その先には春が待っていました。桜庭和志、韓国の日本人キラーユン・ドンシクからノックアウト勝利。38秒秒殺で決めました。さあ、この後はいよいよ1回戦からいきなりクライマックス、吉田秀彦対10馬戦が迫ってきました。最高の形で吉田にバトン。